でも結構焼けてるから埋まらないかもしれない。確かに。グイって入れて、あ、でもグイって入れていいの。あふれていい。こうね、とりあえず最初は丸くなんなくてよくて、ちょっとくるってやって、近くにあるこれを中に入れて、で後でね、もう一回足していくんだよね。外側はあんまりまだ焼けてないから。そうね、これ多分ね、真ん中ら辺はいける。この辺までいけるんじゃない？煙でね。もうちょっとずつ入れて。へー、そうなんだ。だから。ちょっとまん丸になる。すごいプロですね、本当に。ちょっとでもこれあれだね、粉がやっぱ日本のとちょっと違うかも。私いつもさ日本のでやってんだけど、うんうん、小麦粉が違うとかちょっと違うかも。なんかそのたこ焼き粉みたいな、同じやっぱ分量だから、はいはいはい、ちょっと今固めだから、はいはい、私作る時もっと柔らかいの。そういえばさ、はい、なんか日本でさマックのポテトがさあ今休止、そうそうそう、また最近ですよね。そうそう、台湾のねマックのねあのポテト美味しいんだよ。なんか日本のも美味しいんだけど、うんうん、多分台湾のじゃがいも種類が違うからなんか美味しいんだよねって言ってて、それってなんか今何時向こう？5時間早いです。向こうの遅い？遅いです。え、彼どこにいるの？うちはこの間その話もしたんだ。そうそうそう、仕事の時に。深い。突然すごい深い。もうこれ食べれるよ。ちょっとじゃあ、じゃあこことりあえずポンポンポン焼いてソースかけて個人で取ってください。はい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 。おい。あ、分けます。その味が、あ、そうだね。味わかんなくて全部同じの食べ。じゃあこっちさとみさん、こっちのここがエビ。エビ。ウインナー。チーズ。このミニツがエビ？あー、おいし。ちょっとでもまあ緊張する。この分けすると作ってる途中から私がいつも作ってる感じと違うから、ちょっと水が少なかったか粉との相性が良くなかったか。これさ普通のレシピより水が多いんだよ。だからトロトロしてるんだけど、今日なんかあんまトロトロ感ない。ちょっとすいません、私ファーストでいただきます。はい。何から食べよう、何から食べよう。じゃあウインナー。これウインナー多分。いきます。うん、おいしい。うまい。めっちゃうまい。いつもしかも、あ、ちょっと違うけど、うん、全然おいしい。おいしい。めっちゃ楽しい。ウインナーすごい。めっちゃ期待を煽られてますよ今。ということで、じゃあ皆さん、はい、食べてください。これやっぱウインナーでした？あ、これウインナー。ウインナー、エビ、チーズ、エビ。あとチーズツナからいこう。じゃあちょっとチーズツナ、ちょっとゆうちゃんお願いします、はい、めっちゃ下手くそな食レポをします。お願いします。うん、美味しい。うんうん。あ、めっちゃ撮りたい。今の笑顔めっちゃ撮りたい。とろける。美味しいね。美味しいよね。ちょっとじゃもう一個確認をさせていただきます。めっちゃ幸せ。なんかチーズツナ最高。え、ちゃんとチーズツナ食べちゃった。うん、うん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 、成功成功。ありがとうございます。よかった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 。うん、美味しい。あ、なんかお腹空いてたからすごい。やばい、これすごい行っちゃうか。止まらない。どんどん行っちゃうか。多分3往復ぐらいいけるぐらい。多分ね、これいけるね。ケーキがあるから別腹。ウインナーね、めっちゃこれおかずになるよね。ちょっとじゃあ、うんうん、エビ、うん、うん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 。このソースって何ソース？お好み。あ、おたふくソースよりちょっと濃いね。濃いっていうか甘くない？多分台湾でなんか泥ソースみたいなのありますね。うんうん、なんかとろみ、台湾のやつなんだ。うん、とろみが、うん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 、あ、よかったよかった。美味しいです、美味しいです。めっちゃ美味しい、本当に美味しい。ツナが一番好きかも。うん、なんかやっぱこれね。うんうんうん、なんかツナとチーズ
ズが絶妙。みんなこれさ、うん、しかも粉と水、水結構入ってるからそんな粉ないんだよ、うん、だから結構食べてもたまらないから最高、いっぱい食べてください。素晴らしい、素晴らしい。女性の味方たこ焼き。いや本当そうなんだよね。結構一人でも私30個ぐらい全然いけちゃう。でもそれ多分ひたすらずっと焼いて食べてるからもう感覚がおかしくなってるっていう説もある。みんなだって今私いないのにみんなこんなできてるから。成長しました先生。しています。大家好，ミオです。请帮我订阅我的频道，然后请参加我的会员喽。